20スロふざけんなよ。50枚1000円って。ちゃんとしたスロットじゃねえか。相場通りにやるんじゃねえ。このさ、武骨ながらもうボタン押してるだけでこの目押しもクソもねえ、この連打け。一応7狙うか。どこに7あるんだ。きたー。あらー、びっくりしたびっくりしたびっくりした。今揃ったかと思ったよ。このチェリーとかいう小物じゃなくてさ。いやーバカだよ、ゆりこ見てるか。お前が泣き生しているスロットの素晴らしさ。おい、すべてのパチンカスに次ぐわ。俺が救うから。これなんだよね。自粛どころじゃねえ。行かなきゃ、俺。みんな俺行かなきゃ。スロット打ちに行かなきゃ。だからさ、あれっしょ。うわぁユリコービク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 これなんだよな。こんなガキのお遊びでもこんなにシャーって出るんだから、そりゃ、おい、ちょっとさ、スロット規制しない？ねえ。ダメだよ。このガキの遊びでさ、脳みそからアドレナリン出てんだからさ、大人がさ、実際に金かけてさ、で、3点方式だからギャンブルじゃありませんよ。通らねえよ。ギャンブルは賭博だ、賭博。だから脳みそから汁が出るんだぞ。おかしいもん。ポケモンのさ、パチスロでこんだけ脳みそからさ、変な汁出んだからさ、こんな、子供騙しのクソスロによ。ただね、俺は思うんだけどさ、演出が単調であればあるほど、あービク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 演出が単調であればあるほど、うらービクビクビクって演出が単調であればあるほど、当たった時の、射光心はでかくなる。それが反動。いやービビビビビうわ、中段の7だから9000枚おい、なんで300枚だ打ってられんわバカ誰がこんな安い主婦のスタンプ集めじゃあるまいし。やめだやめだやめやめしょうもない。どけお前関係ないおめえ、いくら、バックにヤクザがついてようが、ついてなかろうが、俺はスロット打つんだよ。もう体も欲してるんだよ。浴びるんだよいるだろ、ババアでさ。なあ、昼間っから海物語の汁浴びてるやつ。ピカって光ったらそれをシャーって浴びてるやつ。早く浴びさせろ、7の光を。俺どこだ電池をてめえどこに設定入れるんだ、バカ野郎、おい。おい、指定台よこせ、どこだおい、ババア。なるほど、入り口な、オッケー。入り口の角な。入り口の角に設定入れとけって言っただろ、バカ誰が。俺が来る日は。よし、ここな。さあ、浴びるぞ。まあ、まずは2000枚だな。確かに、ピカチュウ代わりに打っとけ。10円玉の代わりにピカチュウを挟んどこう。パチンコのさ。ちょうどいいくらい？俺ポケモン、現実世界にポケモンいたらそうやって使うよ。ピカチュウ来てっつって。待てさせて、ピカチュウで。おい、7でテンパイしてくれよ頼むよ。あ、そう、撃てピカチュウって。サトシも言ってんだろうな、あいつもな。多分さ、学校も行ってねえじゃん。スロッカスになってると思うんだよ。ピカチュウも長生きすんじゃん。で、サトシが、多分俺と同い年ぐらいが35だろ。言ってんだろうな、撃てピカチュウって。ピカーって言ってんだろうな。雷でごとしながら。とんでもねえ奴らだ。みんなもあんまゲームとか熱中しすぎんなよ。サトシみたいになっちゃうからな。ピカチュウ右打ちだ言ってそういけピカチュウ右打ちだおい CR ポケットモンスター早く打たせろ俺にちょっとさ、バー揃いでもいいからしろよ、お前。和田アキ子も言ってたぞ。金はいらねえから当たりよこせっつって。もういいんだって。金はいっぱいあるんだって。当たりくれよって和田アキ子が言ってた。今俺はそんな気持ちだ。あと1600万あるんだ。もうコインなんか出てこなくていい。だから毎回毎回7コイン。ああ、ここまで戻されちゃうんだ。いい傷薬のために？おめえ、そんなんだったらパチンコ打ってた方がマシだったよ。脳みそがパチンカスになっちゃったみんな。何して、おい、俺今言ってないよ。助けてよ、増田さん。ねえ、この遅さ、癖になるぜ。このくるくる帽子が、最高に癖になる。匂う。おっ、技デパだね、技デパ。いい！これパチンコと一緒だわ、みんな。パチンコ打って、飽きたら敵と戦って指を振るしてパチンコ打てばいいや。ちょうどいいわ。一生これで、離脱症状から解放される。ギャンブル型ユミル。これが皆さん、ギャンブル型のユミルです。出たー！こういう技ー！一発目に出してほしかったね。しかもさ、こういう時に使う角ドリル、最強なんだよ。ああ、もう敵の連続、ね、往復ビンタでやられちゃうじゃん。ああ、もうでも変えるのめんどくさい。こういう時の角ドリル、当たったら、まあ脳汁がビク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 ！加藤の体に。これはさ、雷が、あ、これやろ、今度から。外しちゃいけないところで使っちゃいけない角ドリル使って加藤。縛りでもやろう、これ。おいおいおい、取り上げられちゃってんじゃねえかよ、家族に。あんたはポイントアップすぐ使っちゃうからダメ！はババアの財布から1個盗んできてたのさ。よし。これでいけるわ。これで今月もよ、現地調達してたから。口座2個持ってんだよ、俺。こっちはさ、ギャンブル用の口座にさ、まだポイントアップ1個溜まってたから。よかった。家族によ、没収されてたんだけど。あまりに依存度が高いから。違うだろ、お前違うだろなあ。出してきれよ、最後記念室とかさ、破壊光線とか。ラスイチだぞ砂かけじゃないだろうが生活費をつぎ込むことになるぞああ、それでいいたまんねえや、これこの3割が当たった時あんなに真面目でさ、もう理科系の男だった。凛としてたミュウが。それって期待値いくつなのもう脳みそがパチンカスになっちゃった。かわいそうに人間が変えてしまったあんな純真無垢なポケモンを。知能が高すぎたボノボだな。だからボノボにギャンブルを覚えさせたらこうなるんだよ。気をつけなきゃいけない。一旦ユミル下げないと。治療しないと。待って、ユミル一回治療するわ。下げるわ。ダメだ。こいつは治療してあげないと。まだいるんだ。うちには、きつ。あ、減ってねえわ。当てろよ、バカタレが暴れろじゃん。パチンコで当たんなかったら暴れろ。よし、それでいい。そのせい、やばいキングダムにも症状が出てきてる。なんで当たんないんだ、俺だけ暴れるな。やっぱさ、ミュウ使いてえよ、みんな、俺は。鉄夫ありがとな。鉄夫またな、鉄夫で、一回ユミルのリハビリが完了してるか見ていこう。ああ、よかった。いつものユミルだ。加藤さん。僕はどうかしていました。気がついたら7を揃えよう。7を揃えようとしていました。どうもすいませんでした。いいんだよ、ユミル。お前は悪くない。お前にギャンブルを教えてしまった俺が悪い。ちょっと真面目すぎるところがたまに傷だったから、息抜きのつもりで教えたギャンブル。それがユミルを変えてしまった。もう二度とお前を、そんな風にさせないよ。おい、ちょっと待て。素早い。おい、特殊が 77。7！ ビク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 指待て !7 に固執するな加藤さん、ダメです。7を揃えに行きます、俺は。止められないんだ、もう指は。彼に今一番好きなもの7。体がフラッシュバックしてる。即座に角台。さあ行けわーし行くぞやっぱこれが一番落ち着くんだよね。これなんだよみんな、俺のいるべき場所は。これで、ね揃えるわけ。7が揃った瞬間しか俺たちは満たされないの。社会の闇を背負ってくれてる部分もあるんだよ。いやーよーしシオンタウンいけるぞこれで。今日の朝食は7よ。よし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 。あー、この斜めはいいね。揃わねえだろうなーって思ったところに思いっきり後ろからバットでぶん殴られる感じ。よーし、オッケー。あー、すっきりした。